民進党のですね、国会での質問なんかが本当にこの重要な時に、何かどっかの大阪のですね、ことばっかやっておりますし、またテレビも、合わせてですね、メディアの方も、森友と、それから豊洲のことばかりをですね、やるという、3面記事で埋まっておりますんでね、非常に重要なその北朝鮮の軍事関係とか、貿易関係とかですね、それからこの今日お話しする財政関係なんかがですね、どん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 置き去りになってですね、国の意見、日本の意見がもうまとまらないまま進んでいるわけですね。ここでは給料と貯金と給料をすぐ2倍にする方法ということで、これも非常に重要ですよね。で、この3番目なんですけど、とにかくまずは嘘っていうか誤報っていうか、それを訂正しとかなきゃいけないということで、政府には借金がないということと、連結した政府ですね、主に日銀と連結した政府はさらにお金が300兆ぐらい余ってるらしいということですね。らしいって言ってるのはですね、実はいろんな計算がありましてですね、ほぼお金が300兆円ぐらい、どうも連結の政府にあると。それからさらには、日銀のですね、マネーサプライだとか、そういった力を利用したらさらに有利になるのがいっぱいあると、いうことなんですね。ですから計算は一つではないということなんですが、今日はさらにですね、財務省とか NHK が一番、間違いを言った大きなことですね、政府のことを国と言ったわけですね。日本国に借金があるとか、そういうのは全部政府だけのことですね。それも計算が間違ってたわけですが、政府と国とは違いますね。ここでは国のことですね。国っていうのはもちろん政府、政府を一番上に書くっていう、家計っていう、家庭を一番下に書くっていう、このもう考え自体がですね、もともともうお上思想なんですけど、ここでは国というのをですね、お金という点では政府、金融機関、それから一般の会社、それから家計って書いてるのは個人ですね。本当はこれ逆に書くんでしょうね。やっぱり個人が一番上にあって、それから会社があって、それを支える金融機関、銀行があって、一番下に政府があるわけですが、こういう書き方をしますんでね、常に政府は国っつのは俺だけだと言うんですけども、国が持ってる資産、日本全体の資産ってのはこれで見て分かりますように、大体5500兆円から、5800兆円ぐらいあるんですね。で、借りてるお金ってのが大体5000兆円ぐらいあるわけですね。で、政府は資産ほとんど持っておりません。それから資産を主に持ってるのは個人ですね。この個人が持ってる資産は政府の借財でもあるんでですね、そこのとこはお互いに、貸し借り関係になってるわけですね。外国は国債のほんの5%ぐらいですね。それだけど外国に対する資産は日本が、借り方が、貸し方が多いもんですからね、お金を持ってるわけですから。で、そこでちょっとそのまま説明しますと、政府はわずかな資産と大きな借金を持っていると。これにはちょっと連結ではないんで、こういうことになるんですけども、それから金融機関が大体、多くのお金を持ってるわけですから、ここが一番多いと。それから会社もですね、ある程度お金を借りながらやってると。で、それに対して貸してるのはほとんど個人ですね。ですから、国民1人当たり、800万円の借金なんつったのが、いかに間違ってるか、間違っていたかっていうことですね。いくら消費税を増やしたいっつったってですね、そこまで国民を騙して、いいのかということですね。政府全体には、じゃあ国全体には純資産、大体これも300兆円ぐらいがあると、考えられるわけですね。ですから、非常に健全な国でありですね、健全な、財政状態っていうのはもちろん政府だけじゃなくてですね、家計も含めて財政状態であるということが分かるわけですよ。したがって何か社会保障と、税の一体化とか、全部嘘を民進党が言って、それに自民党が乗っかったっていうですね、そういう、国を、国民を騙す政府っていうのは正しいんでしょうかね。私たちは選挙で二世議員を含めた、間違った人たちを選んでるんじゃないかというふうに思われますね。
まあ、このブログでご指摘しました。今の資本主義はですね、借金することが正しいんですよ。これは非常にこう今誤解が蔓延してて、まあ、日本の誤解の大きな誤解の一つなんですけどですね、貯金がいい貯金がいいって言われますけども、貯金は必ずしも良くないんですね。もちろん個人でもですね、貯金がいいかどうかはっきりしないわけですね。もちろん貯金を多く持っておかなければいけないと、もし皆さんが思うときはですね、それは社会が不安定で政府が信用を受けないからなんですね。社会が安定してて、例えば年金制度をすればちゃんと年金制度を守ってくれるっていうんであればですね、老後は心配ないし、それから大きなインフレ、大きなデフレとかリーマンショックとかああいうのを防いでくれればですね、我々はもう一定に一生懸命働いてるわけですから、安心してあまり大きな貯金を持たずにですね、人生を送っていけるんですけども、だから貯金をしなければダメだという不安だという社会は本当は間違ってる社会なんですね。それから節約するってのもこれ間違ってるわけですね。樽を知るとかいろんなこと言いますけれども、節約をしますとね、国がだんだん小さくなっていきます。で、日本の周りに国がなければ別ですが、現在では世界との関係で存在しますからですね、やはり日本の日本人の生活が相対的にどんどん下がっていくわけですね。このままいきますと、しばらく経つともう開発途上国みたいな生活になるんじゃないかと、まあ、いうふうに思うわけで、やっぱりそれは望ましくないですね。やっぱ先進国は先進国の責任として国を発展させていくっていう必要がありますので、まあ、その点ではですね、節約も非常に望ましくないですね。個人の一番いけないのは個人の生活を節約して、そして貯金をするっていうのが一番いけないんですよ。もう子供たちのために一番いいのはですね、節約をせずに、貯金も少なめっていうのがいいわけですね。そうすると会社、国が発展します。例えばですね、非常に簡単に言ったら何とでも言えるんですけども、例えば1000円のものを節約して500円にしますと、個人それで500円貯金するってことにしますとですね、個人はまあ500円貯金していいかっていうのは思いますけれども、国全体では消費が2分の1になりますからね。ところが教育とか軍事とか、それから国土の整備なんかはやっぱ同じように金がかかりますので、どん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 個人の生活がダメになっていくという、それとも、世界的に力が落ちていくっていうことになりますね。それから会社でもそうで、よく無借金経営がいいって言ってますけど、無借金経営って決して良くないわけですね。企業ってのは基本的にお金を銀行から借りて、まあ、この表でですね、金融機関が非常に資産とか持ってるのはそれですね。まあ、金融機関がお金を増やしていくわけですね。それを企業が借りて仕事をする。だからだんだん生活が楽になり、病院なんかもできて安定し、人生を楽しく楽に安全に暮らしていけるようになるわけですよね。だから企業はもし自己資金でやっちゃったらですね、日本全体の金が増えませんから、つまり日本全体は発展しないことになりますね。例えばお金に余裕のある企業が銀行から借りずに、お金を借りずに事業をしたら、それは事業の見通しがないからであります。で、本当に世の中に役立つことは儲かることですから、売れて、なんか製品が売れて儲かりますよね。ということは借金をできればした方がですね、国の発展になる。つまり日本国がこれから発展する、医療も良くなり、教育も良くなりですね、国土も安全になり、敵から攻められないようになるというふうに、これ今の現状よりか良くなるためにはですね、無借金経営はダメなんですよ。借金しなきゃいけないわけですね。まあ、こういった非常に経済に対する基本的な錯覚が蔓延しているのは、まあ、いろんな理由がありますね。まあ、メディアとかそういうのが問題だとかですね、それから経済学者が、基礎的なことをきちっと整理して、それを国民に伝えてくれるということの役割も必要なんですね。この財務省の大掛かりな嘘、日本国は借金だらけだという大嘘、これがですね、このくらい蔓延したのは、やっぱり財務省と NHK だけを非難するわけにいかないんですよね。やっぱりそれを、いやそれ違いますよと言わなかった経済学者とか経済の専門家って一体何をしてたのかというぐらいですね、まあ、まずはそちらもよく考えてみなきゃいけない。これはだから無借金経営なり、まあ、個人の節約なり、それからそういったものがですね、
いかに我々の子どもたちに悪い影響を与えているかということはですね、やっぱりしっかりと理解する必要があると思いますね。多いもんですからね、お金を持ってるわけですから。でそこでちょっとそのまま説明しますと、政府はわずかな資産と大きな借金を持っていると、これにはちょっと連結ではないんでこういうことになるんですけども、それから金融機関がだいたい多くのお金を持ってるわけですから、ここが一番多いと。それから会社もですね、ある程度お金を借りながらやってると。でそれに対して貸してるのはほとんど個人ですね。ですから、国民一人当たり、800万円の借金なんつったのがいかに間違ってるか、間違っていたかっていうことですね。いくら消費税を増やしたいっつったってですね、そこまで国民を騙して、そのいいのかということですね。政府全体には、国全体には純資産、大体これも300兆円ぐらいがあると考えられるわけですね。ですから、非常に健全な国でありですね、健全な財政状態っていうのはもちろん政府だけじゃなくてですね、家計も含めて財政状態であるということが分かるわけですよ。したがって何か社会保障と税の一体化とか全部嘘を民進党が言って、それに自民党が乗っかったっていうですね、そういう国民を騙す政府っていうのは正しいんでしょうかね。私たちはなんか選挙で、2世議員を含めたなんか間違った人たちを選んでるんじゃないかというふうに思われますね。このブログでご指摘しました。今の資本主義はですね、借金することが正しいんですよ。これは非常に今誤解が蔓延してて、日本の誤解の大きな誤解の一つなんですけどですね、貯金がいい貯金がいいと言われますけども、貯金は必ずしも良くないんですね。もちろん個人でもですね、貯金がいいかどうかはっきりしないわけですね。もちろん貯金を多く持っておかなければいけないと、もし皆さんが思うときはですね、それは社会が不安定で政府が信用を受けないからなんですね。社会が安定してて、例えば年金制度をすればちゃんと年金制度を守ってくれるっていうんであればですね、老後は心配ないし、それから大きなインフレ、大きなデフレとかリーマンショックとかああいうのを防いでくれればですね、我々はもう一定に一生懸命働いてるわけですから、安心してあまり大きな貯金を持たずにですね、人生を送っていけるんですけども、だから貯金をしなければダメだという不安だという社会は本当は間違ってる社会なんですね。それから節約するっていうのもこれ間違ってるわけですね。太郎を知るとかいろんなこと言いますけれども、節約をしますとね、国がだんだん小さくなっていきます。で日本の周りに国がなければ別ですが、現在では世界との関係ません。それから資産を主に持っているのは個人ですね。この個人が持っている資産は政府の借財でもあるんでですね、そこのところはお互いに、貸し借り関係になってるわけですね。外国は国債のほんの 5% ぐらいですね。それだけど外国に対する資産は日本が、貸し方が多いもんですからね、お金を持ってるわけですから。でそこでちょっとそのまま説明しますと、政府はわずかな資産と大きな借金を持っていると、これにはちょっと連結ではないんでこういうことになるんですけども、それから金融機関が大体、多くのお金を持ってるわけですから、ここが一番多いと。それから会社もですね、ある程度お金を借りながらやってると。でそれに対して貸してるのはほとんど個人ですね。ですから、国民一人当たり、800万円の借金なんつったのがいかに間違ってるか、間違っていたかっていうことですね。いくら消費税を増やしたいっつったってですね、そこまで国民を騙して、そのいいのかということですね。政府全体には、国全体には純資産、大体これも300兆円ぐらいがあると考えられるわけですね。ですから、非常に健全な国でありですね、健全な財政状態っていうのはもちろん政府だけじゃなくてですね、家計も含めて財政状態であるということが分かるわけですよ。したがって何か社会保障と税の一体化とか全部嘘を民進党が言って、
まあ、それに自民党が乗っかったっていうですね、まあ、そういう、まあ、国を国民を騙す政府っていうのは正しいんでしょうかね。私たちはなんか 選挙で、まあ、二世議員を含めたなんか間違った人たちを選んでるんじゃないかというふうに思われますね。まあ、このブログでご指摘しました。今の資本主義はですね、借金することが正しいんですよ。これは非常にこう今誤解が蔓延してて、まあ、日本の誤解の大きな誤解の一つなんですけどですね、貯金がいい貯金がいいと言われますけども、貯金は必ずしも良くないんですね。もちろん個人でもですね、貯金がいいかどうかはっきりしないわけですね。もちろん貯金を多く持っておかなければいけないと、もし皆さんが思うときはですね、それは社会が不安定で政府が信用を受けないからなんですね。社会が安定してて、例えば年金制度を取ればちゃんと年金制度を守ってくれるっていうんであればですね、老後は心配ないし、それから大きなインフレ、大きなデフレとかリーマンショックとかああいうのを防いでくれればですね、我々はもう一定に一生懸命働いてるわけですから、安心してあまり大きな貯金を持たずにですね、いや人生、それから金融機関がまあ大体、多くのお金を持ってるわけですから、まあ、ここが一番多いと。それから会社もですね、ある程度お金を借りながらやってると。でそれに対して貸してるのはほとんど個人ですね。ですから、国民一人当たり、800万円の借金なんつったのがいかに間違ってるか、間違っていたかっていうことですね。いくら消費税を増やしたいっつったってですね、そこまで国民を騙して、そのいいのかということですね。まあ、政府全体には、国全体には純資産、大体これも300兆円ぐらいがあると、まあ、考えられるわけですね。ですから、まあ、非常に健全な国でありですね、健全な財政状態っていうのはもちろん政府だけじゃなくてですね、家計も含めて財政状態であるということがわかるわけですよ。したがって何か社会保障と税の一体化とか全部嘘を民進党が言って、まあそれに自民党が乗っかったっていうですね、まあそういう、まあ、国を国民を騙す政府っていうのは正しいんでしょうかね。私たちはなんか選挙で、まあ、二世議員を含めたなんか間違った人たちを選んでるんじゃないかというふうに思われますね。まあ、このブログでご指摘しました。今の資本主義はですね、借金することが正しいんですよ。これは非常にこう今誤解が蔓延してて、まあ、日本の誤解の大きな誤解の一つなんですけどですね、貯金がいい貯金がいいと言われますけども、貯金は必ずしも良くないんですね。もちろん個人でもですね、貯金がいいかどうかはっきりしないわけですね。もちろん貯金を多く持っておかなければいけないと、もし皆さんが思うときはですね、それは社会が不安定で政府が信用を受けないからなんですね。社会が安定してて、例えば年金制度を取ればちゃんと年金制度を守ってくれるっていうんであればですね、老後は心配ないし、それから大きなインフレ、大きなデフレとかリーマンショックとかああいうのを防いでくれればですね、我々はもう一定に一生懸命働いてるわけですから、安心してあまり大きな貯金を持たずにですね、人生を送っていけるんですけども、だから貯金をしなければダメだという不安だという社会は本当は間違ってる社会なんですね。それから節約するっていうのもこれ間違ってるわけですね。太郎を知るとかいろんなこと言いますけれども、節約をしますとね、国がだんだん小さくなっていきます。で日本の周りに国がなければ別ですが、現在では世界との関係で存在しますからですね、やはり日本人の生活が相対的にどんどん下がっていくわけですね。このままいきますと、しばらく経つともう開発途上国みたいな生活になるんじゃないかと、まあ、いうふうに思うわけで、やっぱりそれは望ましい。